皆様こんにちは、モーズ姫です。本日もどうぞよろしくお願いいたします。そういえば最近ね、ハイガーイスって言ってたんだけど今日は忘れてた。はい、まず今日は水星逆行ということで、復縁がものすごく可能性が高まる時期です。そしてまあ私は、まあ、水星逆行の時はなんかもういつもね、復縁をめちゃくちゃおすすめするんだけど、はい、私自身も何回も復縁しているからですね、水星逆行の時に。だからまあ大好きだっていう話もしてるんですが、そう、今日は特に何かね、モーセ姫はこの水星逆行に復縁できるって言うんだけど、じゃあ実際私から、僕から連絡していいの、どうなのみたいな、まずね、そこから今日ね、見ていこうと思います。カード今日はね、3展開ぐらいするつもりなので、またね、ちょっと長くなっちゃうかもしれないんですけれども、よかったらお付き合いください。まず、一番最初に、2択で、ね、今この時期に自分からお相手様に連絡をするべきか、それとも待つべきかっていう、まずね、2択から見ていきます。そしてあの人の気持ちや流れ、そして本音をバッシリとっていうことで、今日は見ていくこの3段階の流れになっています。あとごめんなさい、ちょっと途中になったんだけど、少し、ご報告です。まず今とてもね、ありがたいことに個人鑑定のご予約とてもとてもいただいております。ありがとうございます。本当に、リピーターの方、新規の方、本当にすごく嬉しいです。ありがとうございます。そして、まあ、いわゆる個人鑑定が今、忙しくなっている、予約がこうかなり埋まっているということと、あと私の動画を見ていただいている方、知っている方もいると思うんですけれども、祖父母の介護をしております。そして、まあ、その介護っていうのが飛行機に乗って私が行くわけですよ。なので、まあ、ちょっとそういうのでね、まあ、時間が限られてしまったりとかということになるので、動画の回数がね、もしかしたらね、ちょっと減っちゃうかもしれないです。でもまあね、私はこの YouTube 動画、まあ、撮ること大好きだし、なのでこうやめるっていうことはないんですけれども、もしかすると回数が減る可能性があるかもしれないっていうことをお伝えしたいなと思いました。はい、長くなりました、失礼いたしました。はい、じゃあね、今日選んでいただきたいのは、はい、一番左、ね、もうカードこれ選ばせていただいてるんですけれども、こちらが1番、そして真ん中が2番、そして一番右、こちらが3番となっております。後ほどカードをね、開いていく予定です。じゃあ1番、2番、3番、さあピンとくるカードありましたでしょうか。じゃあ早速1番の方から、まずはね、ご自分から連絡をするべきか待つべきかというところから見ていきましょう。はい、それでは本日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、じゃあ1番の方、お待たせしております。このね、水星逆行の時期、私から、僕から、あの人に連絡をする方がいいのか、それとも待つべきなのかということで、まずね、二者択一で、はい、見ていきたいと思います。私玄関にね、ユリをね、飾っているんですけれども、まあどんな時もその花粉を取る時にね、花粉が時々ね、手についてる時があるので、なんか花粉がなかなか取れないんですよね。だからもし手がちょっと黄色い時は花粉がね取れないんだなって思っておいてください。
もうね、お花はね、いつも飾ってるの。よいしょ。さあ、連絡をね、するべきか、そうじゃないか。うん、はい、良さそうです。じゃあ、見ていきましょうね。はい、じゃあ、開いていきます。はい、コインのナイトのリバース。おお、コインのキング。はい、カップの7のリバース。おお、コインの6。はい、ソードの10のリバース。はい、フールのリバース。はい、運命の、おお、失礼。運命の輪のリバース。なるほど。このカードにルノルマンカードも合わせていきます。見てるとご自分から連絡する方が良さそうだよね。これは、うん、まあ、ちょっとねルノルマンが何というか、ここは無知ね。うん、ライダーが出たよ。ほら、連絡をね取るというライダーが出た。これはね、保守的な家だね。お、船、動き出す船が出ましたよ。はい、そしてここは庭ね、うんうん、おお、すごいね、ほら、星、願いが叶う星。おお、こっちハートが出たね。あ、なんかどっちにしてもいいのかな。なるほど、なるほど。はい、じゃあこれね、うん、もしね、これちょっと先に結論言います。こちらがね、連絡しない方、待つ方なんだけど、もしね、これがね、運命の輪の正位置だったら、正位置とハートだったら、あ、これ待っててもいいんじゃないって思うんだけど、これがね、リバースだからね、こうね、少しね、あの人から連絡が来るタイミングが少し遅い可能性があるんですよ。でも、これすいません、結論から言います。なんかね、どっちにしてもこれさ、ご自分から連絡してもあの人と連絡が取れたりとか、よりが戻るとかね、そういう風になってて、もしご自分から連絡しなくてもきっとこれね、もうちょっと時間かかるかもしれないけど、あの人から連絡があって復縁できそうって出てるんだよね。そう、だからやっぱりこう誰でもなんか一日も早くこう会いたいし、なんかこうやっぱり会いたいよね。で、会いたいし、こう穏やかな時間をね過ごしたいと思われてると思うので、で今の段階で、で連絡する、待つっていうことになると、私はね、これね、連絡する方をお勧めします。というのも、流れがまあこのね、まあ、ここでコインのキングとかコインの6、まあ、ここフールのリバース出てるんだけど、ライダー、船、星っていうむちゃくちゃねポジティブなカードが出ています。そしてまあこのカードはズバリこれ連絡とかコミュニケーションのカードなんですよね。そして船、2人の状況が動くよっていうふうなこととかも表しているので、うん、これはね、なんかこう、なんかで結果的にはいいんだけど、で両方ね、結果的にはいいんだけど、流れを見てもこちらご自分から連絡する方がいいと思う。ただね、今の現状がここがね、コインのナイトのリバースと無知というカードが出てるんですよ。でこれはお二人がなんかね、今ちょっとこう絡みにくいというかね、なんか二人の間にまだわだかまりがあって、連絡今はまだしにくかったりしたとしてもね、少し返信が遅い可能性があるとか、それが出ているので、
地域ね、後でね、もう少しね、詳しく見ていくんだけれども、なんかね、もうちょっとだけ待ってねって感じです。時期は詳しく見ます。ただ、ご自分から連絡する方が、きっとこれね、あの人から返信来ますよ。なんかご自分が例えば連絡して、あの人からの連絡がね、やや遅いかもしれない。でも来る。そうすると、二人の関係が動き出して、なんかね、今度はお互いがね、こう同じようなこう温度、同じような思いの強さで、なんかね、頑張っていけるんじゃないかなっていう気がしている。じゃあちょっとね、このカード開いていきますね。今さっきのカードね。すごいね、アースエレメント。エレメンタルなんですね。アースなんですね。アース。で、ここもさ、コインがこれだけ出てるから、これコインのカードなんですけど、あ、なんかすごいですね。なんか、このカードの意味というのが、地球が私に、授けてくれる豊かさ、なんかね、それを受け入れるって出てるので、あの人がやっぱりね、この皆さんのこの愛を受け入れてくれる。そしてね、二人の絆がこのね、木の根っこ、今むちゃくちゃすごいですよね。そういうふうにもう本当に二人のご縁っていうのがむちゃくちゃ強く強力に絡み合っている、もう切れないご縁じゃないかなって、むちゃくちゃなんか絆が強いんじゃないかなっていう可能性がある。いや、これはすごい。で、こなんかキングもすごいいっぱい、キングっていうかコインもね、いっぱいすごく出てるからね、なんかね、こことのあのいわゆるリレーティブですよね、関係性すごく驚きました。シンクロにすごく驚きました。今からもっと見ていくんだけれども、ご自分から連絡を取る、そうするとレスポンス来ますよ、あの人との関係動き出しますよ、そしてあの人との復縁が叶う可能性があると出ています。じゃあ、ね、もっとあの人の気持ち見ていきましょう。はい、じゃあ1番の、はい、こちらのね、アースエレメンタルの方、はい、じゃあね、あの人の気持ち、これからの流れ、はい、見ていきましょう。この後にあの人の深い本音見ていきます。はい、じゃあ行きます。わー、またライダーが出たね。すごいね。おー、これ連絡。あー、いけそうだね。はい、そしてこれが、まあ、障害やアドバイスが子供の、あの人の気持ちがかまと雲か。あー、ちょっと不安があるんだね、あの人自身がね。で、過去が山。なんかね、別れたり、離れたりして長いのかなって気がしました。すごいですよ。ライダーと手紙が出てる。この声動きますね。動く。そして、はい、これがね、皆さんのあの人への気持ち、キーです。大好きなんだね、あの人のことがね。はい、そしてあの人の状況が怒り。はい、願望、ここでハートが出ました。一つになれるんじゃないかな。はい、そしてここ庭だね。はい、そしてクマ、あと1枚カード出してみようかな。あ、これ皆さんのカードが出ましたね。なるほど。はい、わかりました。OK です。今からあの人の気持ちをね、まあ、ここの部分をもっと深く見ていくんだけど、まずね、今思えることが、なんかね、あの人がもうね、この恋は終わった、こう過去のもの、
でも心の中のあの人のモヤモヤがね、まだ取れていないの。なんか吹っ切ったつもりなんだけど、心の中にいわゆる皆さんのね、存在がある。なんか気になってる。それがまずね、あの人のね、気持ちとして出ています。そして状況として、過去に山というカードが出てるから、こう、お二人が、まあ先ほども言ったんだけれども、ね、お別れして、長かったり、案外ね、ちょっと長い間、時間が経ってしまってたりとか、過去何度かあの人へ連絡をしたりとかしたんだけれども、動きがないっていう辛い状況だったのかなって思いました。でも、ここでね、もうね、今の現状と近い未来が手紙、ライダーと手紙が出てるんです。で、これはどういう意味かというと、あの人と連絡が取れるとか、動き出せるとか、返信があるとか、二人の間でコミュニケーションが生まれるって出てる。そしてその後の流れもね、庭、熊、ね、そしてこれ皆さんのカードなんだけど、これがね、まずね、もしかしたら最初は、こう、友達っていう、こう、仲間とかね、友達っていう感じでの、こう、やりとりっていうのかな？そういうのが始まってくる、一番最初の可能性は。でも、その後、熊、皆さんのカードが出てるので、なんかね、二人の関係がね、こう、どん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 近くなっていく。最初、みんなとか、対、エブリワンって感じだったかもしれないんだけど、そこがこう対1対1みたいな感じになってきてっていう風な感じの可能性が出てるよ。そして今、あの人自身にね、異性の影とか見えないんですよ。なんかこう日々、なんか一生懸命仕事して、なんかこう毎日の生活をしているみたいな。いわゆる毎日のルーティンを繰り返しているみたいな、そんなものが見えます。そして願望のところにハートのカードが出てるから、なんかこれやっぱり自分の気持ち頑張って伝えてみようかみたいな、やっぱりこのね、動いてみようかっていうのはね、出てるし、このね、こうね、自分の気持ちを変にこう創作したりとかするんじゃなくて、本当にあなたの素直な気持ち、素直な思いをあの人にぶつけていいのかなって気がする。素直な気持ちをね。そして時期としては、今さっき無知のカードが出てたんだけど、それはね、まあこの人の気持ちを見ると、ああ、なるほどなと思って、今はまだ素直に受け入れられない状態かもしれない、あの人の気持ちは。でも、これ早いよね。6月、5月、6月。5月。まあ、できればこの両日中ぐらい、1日2日ぐらいに、ちょっと短めのショートメッセージみたいな感じで、こう、あの人に連絡をしてみたらどうかなと思います。これはまだ返信は期待しない方がいいと思う。この時はね。で、6月に入ってからかな。6月に入ってから、もう少しこう長いテキスト、LINE での長いテキストを送るような流れになると、この時にはきっとね、返信が来るような気がする。なんかここでちょっとこうファーストアクションみたいな感じで、で、その次にはね、皆さんのこうリアルな気持ち、本当の気持ちっていうのをあの人に告げていいんじゃないかなっていうことが出ている。 OK、 いいですね。じゃあ、あの人の本音見ていきますね。はい、じゃあ1番の方、あの人の本音、さあ見ていきます。ワンドの4の正位置。コインの6のリバース。タワーですね。まだやっぱりわだかまり少し残ってるんだね。ここでフールのリバース。
コインの9のリバース、はい、ここでソードのクイーンのリバース OK です。じゃあちょっとあと3枚のカードを出していきましょう。わー、すごいカード、トラスト。すごいですね、ケミストリー。やっぱり2人今さっきのこれと一緒でもうつながってますよ。うん、むちゃくちゃ強い絆でもうつながってる。縁がね、きっとね、深いんだと思います。はい、ペイアテンション OK です。ちょっとね、先ほど出してたカード、なんかね、これもじゃあ一緒に今の段階で見てみましょう。はい、あ、自分から動くだね。なるほど、うんうん。ね、この意味なんですけれども、まずね、まあ私がなんか心穏やかにすること、そしてなんか結果をまあ神様、ゴッドですね、に任せた時、なんかその時に動くと出てますね。うん、なのでまあね、この2つからのメッセージをお伝えするならば、なんかこう、まずご自分からね、一旦いわゆるこう自分っていう存在をあの人にバーンってこうアピールする、まあ、いわゆる連絡をする。そしてその後はもう心穏やかにして、あの人からの動きとか連絡とか待っときましょうっていうのが、これがね、うん、今回のね、このね、メッセージかなと思います。そしてね、あなたとあの人はもうこれだけ頑丈な根っこでね、つながってるから切れることないから大丈夫だよみたいな、なんかね、そういう気がしますね。強いんじゃないかな、お二人のご縁は、というふうに感じるので、はい、じゃあね、あの人の気持ち見てみます。うん、はい、まあね、ちょっとリバース多いんだけど、多いんだけどね、うんうん、やっぱりね、あの人は一番の皆さんとはね、すごくこう性格も含めてすごく合う、自分に合う人だったんじゃないかな。うん、なんか本当にこうピタッてこうハマるようなね、こうそういう感じで、こう幸せな思い出もね、すごく多かったと思うんですよ。ただ途中から、例えばなんかあの人がこう尽くしてくれたりとか、なんかそのね、バランスが崩れていったような気がする。そして今でもあの人は何かね、わだかまりがね、なんか心の中に残ってるみたいなんですよ。こういい気持ち、幸せな気持ち、なんかね、あ、やっぱり会いたいなとか、こうね、あなたの声が聞きたいなっていう気持ちもあるんだけど、同じことの繰り返しした、しちゃったら嫌だなっていう恐れとか、恐れと、あとあの人の何かにある、何か心の中にあるこう解決できなかった問題が、なんかね、残ってるような気がする。うん、よっぽどまあ傷ついたこととかショックなこととかあの人の中にあったかもしれないです。そしてここね、やっぱりね、今さっきもね、フールのリバース、二択の時にね、確か出たんだけど、こういずれね、始まりたいとか復縁ですよね、復縁したいっていう気持ちがあるみたいです。ただね、ここで時間がね、もうちょっと時間が必要なんじゃないかなっていう。そしてあの人から見て、一番の皆さんが
変わってたらいいなっていう気持ちがあるみたいです。今回会えなかったりとか連絡を取ってない期間に、なんか仕事をすごく頑張ってたりとかね、そういうこう依存しない自分、そういう風になってくれてたらいいなっていうところがあるみたい。そうするときっとなんかこう2人の中の復縁っていうのはそんなに難しいことじゃない、なんかここでねパッパラパーみたいな感じでなんかこう祝福のラッパが鳴るみたいな感じの可能性がねある。だからあの人としては何かこうあなたにこう強くなっていてほしいとか、なんか自立してほしいとか、そういう気持ちがあるような気がします。なんかねもしかするとね、まあねこう過去にどっちかって言ったらこう皆さんの方かな、一番の皆さんの方があの人にこう依存してしまったりとか、こう全部が全部例えば頼ってしまったりとか、そういうところが離れたりとか別れた原因になったのかなって思いました。そしてここですよ、すごいですね。うん、やっぱりね2人はねもうあの人もこう分かってるんじゃないかな。やっぱりこう2人が離れられない存在っていうのはきっとどこかでなんか心とか頭とかで分かっている、分かっているし皆さんのことを求めています。でただねあの人やっぱりここでタワーも出てるし、今さっき無知っていうカードも出てて、そして今ペイアテンションが出てるから、なんかこうね大好き大好きモードっていうよりは好きなんですよ。でもこう慎重にならざるを得ない、でも本当はなんかね目と目を見つめ合いながらあなたの手を取れたらどれだけいいだろうっていうのが、これがねあの人の気持ちのような気がする。なので結論からすると気持ちはこの人あります、あるけどまだ恐れとか、いわゆる一番の皆さんがこの、まあ、会えない期間どれだけ強くなったのか、どれだけ変わったのかっていうのを知りたい気持ちもあるみたい。でも愛情っていうのはねもうとてもとても深くあの人の気持ちが今回出てるなって思いました。なので連絡、まずは軽いタッチでしてみてください。そしてその後、こう自分の気持ちを素直に伝えるということになると、あの人のね、このわだかまりっていうのもこう薄れていく、取れていくみたいな。2回目の連絡をした後、あの人からの返信は少し時間かかるかもしれないです。でもね、きっとあの人からの返信が来るんじゃないかなと思ってます。いやーもう2人のご縁はね、今日何回も言うけど、とっても強そうです。頑張れるんじゃないかな、一番の方。はい、そう思います。はい、これがね、一番の皆様でした。なんかね、とにかく、あとは、連絡した後は、心穏やかにして待っていてください。はい、そうこういうカードが出ております。最後まで見ていただきまして、ありがとうございます。はい、じゃあ2番の方、お待たせしております。まず2番の方、このね、水星逆行の時期に、自分から連絡をした方がいいのか、それとも待っていた方がいいのかということで、まずはね、2択で見ていきます。そしてその後、あの人の気持ちとか、本音っていうことを、今日はね、3段階で見ていきます。さあ、まず連絡の件。した方がいいのか、待ってた方がいいのか。はい、お待たせしました。
はい、現状がカップの7のリバース。はい、ワンドの5の正位置とソードのキングのリバース。はい、カップのナイトのリバースと、お、カップの3が出たね。正位置、戦車、むちゃくちゃ力強いカードが出ましたね。戦車とここが月のリバースか。あ、なるほどね。はい、わかりました。今からルノルマンもこのカードに載せていくんだけど、今の段階ではね、これはね、連絡をした方がいいみたいなんだけど、時間がね、もうちょっとだけこれかかるかもしれないんだけど、最終的には連絡をすることによってお二人の恋がね、こう大恋愛に発展するというか、まあイコール復縁ですよね。それがね、これ今の段階で出ている、まあ、ルノルマンを合わせるとどうなっていくか。そしてクマ、はい、こういうカードが出ました。なんかね、ようやく離れた、別れたっていうことで、なんかね、お互いが、こう落ち着いてきた、なんかこう今までの傷が癒えてきたって感じが今かな。なんかね、心はようやく2人とも穏やかになってきたのかな。なんかお互いがお互いを求め始めたのかなって気がするんだよね、今。これ今です。そして、まあ、こちらの左側が連絡する、右側が待つっていうことなんだけどね。今ね、なんかあの人が仕事がかなり忙しそうな気がします。そこで余裕がなさそうなんですね。なのでこう、まあ、これ今ですね、なんか連絡をしてもなんかね、返信がなんかね、既読スルーとかの可能性があるかもしれない。わざと返信をしないとかじゃなくて、あまりにも疲れすぎていたりとか、そういう感じで今仕事にあの人は没頭してるような気がするんですよね。で、ちょっとこれ後でね、時期が出てくるんだけど、そうね、こうあなたへの思いがこう見える感じです。だからもし例えばね、連絡をした、そうすると、あ、返信しなきゃみたいな感じでのこう気持ちの変化にはなっていきそうな気がします。で、最終的にはね、はい、これ男性も女性もこれあなたのカードなんだけど、あの人からなんかね、むちゃくちゃ嬉しい連絡が来たりとか、返信が来て、なんか二人が本当に恋愛、大恋愛がまた再び始まったりっていう形になりそうなんです。でね、じゃあ待ってたらどうなるかっていうと、これね、縁が切れるとは出てないんですよ。これなんていうのかな、こう
なんかこう友達のなんかこう LINE トークのなんかこう友達のグループみたいな感じでの、例えばこうやり取りが始まったりとか、そういう感じはしてるんです。こうみんなでみたいな感じはあってなんですよね。あるんだけど、なんかね、今ではあの人からのこういわゆるこれ動きを待つ、あの人からの連絡を待つってことなんだけど、あの人は自分からは動かないとか、まあ仕事ね忙しそうで出てるから動けないってことかもしれないんだけど、あの人からの動きはね、そんなにね近い未来ではなんか見えるような感じじゃない。むしろまあこうなんかもう一回言うんですけど、こうなんかこう友達でのやり取りとかは始まっていく可能性はあるよと。あるよって感じなんだけど、結論を見てると、なんかね、自分から連絡をする、待つっていうと、どっちがいいかって言うと、もう圧倒的にこっち。もう超いいです。ということで、連絡をするということを、まず私はおすすめしたいと思います。じゃあ、もう少し詳しく、あの人の気持ちとか、流れを見ていきましょう。はい、じゃあ2番の方、あの人の気持ち、流れをじゃあ見ていきたいと思います。じゃあ見ていきましょう。お 現状リングが出たね。あら、とても素敵なカード。障害アドバイス星ですね。これもまたいいですね。はい、あの人の気持ち、ハートすごいな。ハート、そしてあれ、気持ち全然変わってないって出てますよ。思ってくれてるんじゃないかな。過去がね、魚。そして、はい、未来がね、皆さんのカードです。男性も女性もね、これは皆さんのカード。そして、はい、これが2番の皆様のあの人への気持ち。花だからね、愛情たくさんですね。はい、そして、これ今さっきと同じ感じ、カードですね、現状がね。あの人の状況が月。これすごい、2番へのね、方へのね、愛情がむちゃくちゃ感じる。で、これがまあ願望とかなんだよね。で、流れが熊。おお、太陽。あ、もうこの2番の方、復縁大丈夫だね。もうこれは大丈夫でしょう。だって問題が見えないんだもんって感じで。じゃあちょっと、まずね、さっき出したこちらのカードからのメッセージを見ていきたいと思います。インテグレーション。これ、なんか一体化。一体化っていう意味があるんですよね。そして、なんかね、まあ体とマインドが一体化する。なんかこう、まあ新しい次元へ行くっていう、まあそういうメッセージだから、やっぱこう、あの人とやっぱ一つになれる。そして、まあいわゆる次の段階、まあ復縁。例えばね、まあ、その先、例えばまあ結婚とかあるのかもしれないけど、こうそういうところにこう2人がこうつながっていくっていうメッセージなのかなって思いました。そして、まあね、今さっきの現状でもこのね、月ってカードが出てたから、
そう、月ってカードが出てたから、なんかね、2人がね思い合ってるなっていうのは今さっきの最初のね、あの段階から思っていました。同じカードが出たからね。で、あの人の気持ちを見ていると、いや、もうハートとタワーってもう揺るぎない愛情です。全くあの人の気持ち変わってないんじゃないかな。なんで離れたのっていう感じがするぐらい。もしかすると、まあ複雑なね関係の方なのかなって気がする。まあ、距離があって、例えば遠距離、距離がある、もしくは複雑な恋愛だからかなっていうぐらいじゃないと、なんかね理由が見出せないんですよ。なぜ離れたのとか、なぜ別れたのっていうのがね見えない。それぐらいあの人の思いとか感情がねあるんです。で、流れなんだけどね、こうだよね。そう、決してね今もね悪くないんですよ。今もね、まあ、きっかけはね取れると思う。だから連絡っていう意味では取れる可能性あるかな。なんかあの人の考えてることが分かるとか、あの人の状況が分かるとか、そういう可能性があって、動くのはねやっぱあの人からじゃなくて皆さんからなんですよ。皆さんから動くことによって、もうこれ太陽です。これね全部流れなんだけど、なんかね結果的にちょっとここ確かにね時間がね、あの少しタイムラグがね少し出てるんですよ。出てるんだけど、結果的にはこの一番ポジティブなカードが出てて、もう2人はいや、これ復縁できるよね。うん、もうそういう感じです。なんかこういらないものっていうわけじゃないんだけど、今までの2人の過去にこうきちんとなんか決別をしてから、なんか2人にとっての新しい復縁、再スタートっていう流れに、いやこれなっていくでしょうね。うん、なっていく。今が5月の終わり、6月の初め、6月の下旬、7月、ちょっとね時間かかるかも、時間かかるって思うかもしれないけど、8月には復縁できていると思います。で、今月中になんかね最近どうしてたみたいな感じで、こうあの人を気遣うような連絡とか、最近どうみたいな感じで、これはね皆さんから動いてあげること、やっぱりそっちがいいですね。そうするともしかしたらね返信が少し遅いかもしれないんだけど、でも結果的には、うん、2人の流れはこれ復縁できるよねっていうことはズバリと出てます。じゃあ、あの人の本音見ていきますさあね、どんな本音になるかしっかりと見ていきますね。少しお待ちください。はい、じゃあこれはねあの人の本音見ていきましょう。すごいねびっくりした。カップの10が、それも正位置がドーンときましたね。そしてここでソードの8、はい、カップの9のリバース。わお、すごいねマジシャン。おお、女強行、すごいね星むちゃくちゃすごい。やっぱりね2番の皆様むちゃくちゃ愛されてますよ。うん、むちゃくちゃ愛されてる。もうね、理由はもう一回言うんですけども、距離か複雑な恋愛としか考えられない。だってむちゃくちゃ愛情があるんだもん。うん、なんかこう今こう会えない状態になったとしても、あの人は本当にむちゃくちゃ思ってくれてますよ。はい、コーリングインはソウルメイト。はい、なるほど。
あ、なんか同じカードが出てるね。わあ、あの人も苦しんだものすごく。これね、先ほど出してたカードなんですけれども、じゃあちょっとね、こちらも開いていきたいと思います。はい。If you believe。 なんかね、あなたの心を、そしてあの人を信じてというメッセージと、あとね、こちらのカードなんですよね。これは、私の夢を応援しながら愛がたくましくなっていく。愛が育つ。なるほど。なんかね、今回、今これ全部ね、まあ、シャッフルで出したカードなんだけど、こう、ラッキーカラーが、こう、綺麗なブルーとかパープルとか、なんかそれがね、今回私はラッキーカラーかなって思いました。だから身につけて、例えばお洋服とかメイクとか、なんかあの人に連絡するときとか会うときとか、このブルーとかパープルをおすすめします。なんかね、アイシャドウにチラッて入れてもね、いいかもしれないですよね。いや、なるほど。はい。これがね、ちょっと先ほど出したカードなので、いやいや、すごいなーって感じです。そして、はい、あの人の気持ちをね、もうファーストカードがカップの10ですからね、もう正位置ですから、もしね、これが例えば複雑な恋愛だとすると、なんで僕の結婚相手は君じゃないんだみたいな、なんかすごくあの人は現実にすごくこう、まあ、失望というかね、なんで出会う順番が違ったんだろうみたいなものがすごく考えてるような気がするし、もしなんかまあこれが距離とかそういうことで離れてしまったのであれば、やっぱりこう一緒になりたいのはこの2番の皆さんですよね。で、やっぱりこれはあの人のこの思いがものすごく強くって、2番への方の思いがすごく強くって、でもこの会えない現実とか、なんかあなたが今何をしてるかわからない、でここに雲があって、ここにあの人がいて、下にあなたがいるとするんだけれども、この雲が邪魔してあなたの様子が見えない、聞けない、わからないっていう、その不安になんかすごくあの人がいて、なんか飛び立ちたいんだけど、でもなんか心配なんだけど、でもこう、ここからこう動けないっていう、こう、呪縛というかね、そういうものがある。まあ、この呪縛っていうのがもしかしたら、あの人の家庭かもしれないし、今いらっしゃるあの人の土地かもしれない。なんかそこから動けないって気持ちがあるんだけど、でも、カップがね、2枚も出てるからね。いや、もう愛情を深く、なんか先のことまで考えた、将来のことまで考えてるあの人の気持ち、そしてここがむちゃくちゃすごいですよね。全部ダイヤルかなって、全部正位置みたいな、マジシャン、女教帝、星。もうどれだけあの人からすると2番の皆様が理想の人なんでしょうね。話してて楽しいし、一緒にいると穏やかだし、知的だし、なんでそんなにね、綺麗なの、かっこいいのみたいな。なんかね、ガッキーちゃんとね、あの方のご結婚じゃないけど、なんでそんなに可愛いのみたいな。なんかそういうふうな、こう、一途な思いとか理想の人とか、内面も外見もね、もう本当になんかこう好きだし、
こう、こんな僕、隣にいるのが僕でいいのかって気持ちもあるんだけど、でもこのお相手様もすごく努力をしている人、うんですね、うん、なんかね、話してて楽しいしみたいな、そういうのもあるし、癒しの気持ちもあるしっていうのがね、すごく出てますよ。そして、まあ、あの人の気持ちがね、やっぱりこう待っててねって感じがする。今皆さんがね、2番の皆さんがこうとてつもなく寂しい状況にいるんだろうって、あの人も心配すごくしてる、心配してるんだけど、でもね、これがここのカードとね一緒で、やっぱりね、あの人もね、心配はしてるんだけど、こう動けない、この柵から出れないっていうのが、あの人の一番のこう今の辛いところ。本当は迎えに行ってあげたいのにとか、会いたいのにとか、その気持ちがすごく出てる。でもね、僕とね、君はきっとこういうね、魂のつながりも含めてあるから、きっとまた再び会える、だからもう少しだけ待っててねみたいな、迎えに行くよっていう気持ちが、これがね、あの人の気持ちだと思います。だからね、この2番の方はもうあの人の気持ちは揺るぎないほど好きなので、2番の皆さんのことを、だから今連絡を入れて、でもその後あの人の仕事とか、まあ例えばもしかすると家庭の事情とか、そういうのでこうまだきちんと動けないっていう状況、なんかきちんと確信ができるまで連絡とかをもしかしたらあの人はしてこないかもしれない。でも気持ちはこれだけのものがね、すっごく出てるので、愛されてること、そこは不安にならなくて大丈夫です。うん、やっぱり2人はあと1ヶ月、早かったら1ヶ月半ぐらいで大恋愛、いわゆる復縁、もうお互い離れられない存在になっていくと思われます。うん、大丈夫だと思う、この2番の方。はい、これが2番の、ね、こちらの44番インテグレーションの方でした。よかったら参考にしてみてください。最後まで見ていただきましてありがとうございます。はい、じゃあ3番の皆様、お待たせしております。まずこちらのカードからは、この水星逆行の時期にご自分から連絡をする、もしくは連絡を待つ方がいいかということで、二者択一でまずは見ていきます。良さそうです。じゃあまず見ていきましょうね。はい、ソードの3のリバース。ソードの7。カップの10ですね。ワンドの7のリバース、おお、すごいね、コインのクイーンか、なるほど。今からね、こちらのカードにルノルマンをね合わせていくんだけど、
このね、こちら左側の方が自分から連絡をする、そして右側の方が連絡を待つ、どちらがいいかってことを見てるんだけど、これはね、このね、連絡を待つ方がいいみたいなんですよ。なんていうのかな、粘りがちっていうのかな。最終的にはあの人がこの3番のね、皆様のことの大切さに気づいてこう連絡がある、もしかしたら今、もしかしたらね、ちょっと今から ルノルマも出すんだけど、もしかしたら今こう三角関係なのかなって気がしました。でもこれね、3番の皆様の方にね、戻ってきてくれるような気がしますよ。もし今お相手様にどなたかね、パートナーがいたとしてもですね、これはね、3番の皆様に戻ってきてくれるね。やっぱりこう良さが改めてわかるというのかな。カードが今日すごい出るね。じゃあ見ていきましょうね。今鎌だね。なるほど。リング。怒り。タワー。失礼。星。しました。やっぱり今の現状がね、このソードの3のリバース、涙とか別れとか三角関係っていうちょっとね辛い状況、そこにね鎌が入ってるので、なんかね突然の別れとか、なんかね、こうそういうこう心の傷がね、まだこうね全然癒えてない状態なのかな、今がっていう感じがしました。まだすごくね心の中がなんかね泣いちゃってるのかなとかね、こうね、思い出すとなんか涙が出ちゃうのかなって感じがなんかねする、今がねする。でね、流れをやっぱルノルマンをね今出したんだけど、やっぱりこれね待ってた方がいいんだよね。なんかね急いでご自分からね動いたところで、なんかねこうきちんとちょっと約束ができなかったりとか、二人のいわゆる立ち位置っていうのがこうそんなに変わらない、なんか連絡して、例えばもしかし、この相当の3だからね、時間が経ったらまた少しは別かもしれないんだけど、連絡をしたらもしかしたら友達っぽい感じで返信は来るかもしれない。でもね、距離がね、なんかこう大きく前進がね、今のところこちらは出てないんですよ。でも待つ。もう本当に損して得取れって感じなんだけど、待つっていう形になると、あの人がやっぱりこう自分にとって、どれだけ3番の皆様が例えば自分に尽くしてくれてたのかとか、例えば自分のことをすごくね大切にしてくれてたのかとか、なんかそういうのがすごく分かって、多分、もしパートナーがいたとしても、その人と別れて離れて3番の皆さんのところにねこれやってきてくれそうです。なんかね待ってたらもうむちゃむちゃ嬉しい変なんかこう状況になるよとか、物事はゆっくりなんだけれども、3番の皆様の
嬉しい流れになるよっていう形が出てるから、私はね、これは今回3番の皆様に関しては待つということをお勧めします。これはね、焦らない方がいいみたいです。うん、じゃあちょっとあの人の気持ちと流れ、そしてその後あの人の本音っていうところをしっかりと見ていくので、少しお待ちください。はい、じゃあ3番の皆様、あの人の気持ちとかこれからの流れをじゃあ見ていきましょう。いきます。まずは今、はい、リリーが出ましたね。ユリが出た。今の現状ユリ OK。 はい、障害やアドバイスがワンちゃんですね、うん、はい、で、あの人、失礼で、あの人の気持ちがすごいな。太陽、いや、むちゃくちゃすごいですね。太陽、そしてここで怒りか。わお、すごいですね。過去がネズミ。何かこうお二人のね、まあ関係にひびが入るような、まあそういう出来事があったのかな。だからね、まあ離れたのかなとか思うんだけど、未来が船。はい、これね、3番の皆様のあの人への気持ちとか花束もあの人への愛情がとてもあると出てます。そしてあの人がコウノトリ、うんうん、はい、願望、うんうん、クロス。さあ、2人の未来、ここでも鎌が出ましたね。鎌と雲、ちょっと次のカードまで出しましょう。カウンオケ、なるほど。ちょっと待ってね。あ、はい、わかりました。 OK、 じゃあまずは今さっきね、こちらのカード最初に出してたんだけど、このカードを開いていきたいと思います。はい、クリスタル。はい、このカードがね、出ました。はい、このカードっていうのがですね、まあ、いわゆるなんか上昇なんですよね。あなたのオーラ、なんかね、持ってるものがこう上がっていくっていう意味なんですけれども、なんかあなたの知恵、なんかそれと同化することによって、なんかね、まあ、クリスタルの王国、それができていきますよってことなんだけれども、いわゆるアセンション、なんかあなたとあの人ですね、あなたとあの人がいわゆるこう魂のレベル、それがおそらく同じぐらいだと思われます。そしてあの人と一緒になるとか、例えば一緒に仕事をするとかですね、そういうことをができる、まあ、パートナーなので、こう2人だけの国、まあ、それがいわゆる家庭なのか、2人だけのいわゆるラバーズっていう世界なのか、なんかね、それがね、すごくこう作られて、こう誰からもこう侵害されることがないというか、こうとてもね、こう気ぐらいっていうのかな、オーラ、そういうものがとてもね、こう綺麗、魂のレベルが高いお二人なのかなって気がしました。なんか邪魔する人がいないよっていうふうに思います。そしてね、はい、そしてね、はい、流れなんだけど、まずここから行こうかな。こ
これあの人のこれね現あごめんなさいこれね現状なんですよね。まあコウノトリってカードが出てるから、もしかするとあの人は例えば今どなたかパートナーがいるのであれば、こうその人からもうなんかいわゆるこう動きたい、まあもうちょっと分かりやすく言うと逃げたいとか、うん、あなたのところになんか行きたいとか、なんかそういう感じがするんですよね。というのもあの人の気持ちがこれすごく思ってます、この3番の皆様のことを、うん、なんでこんなに好きなのにね、なんか大好きってカードだから、なんかねその気持ちがあり、ご自分でもねあのきちんと意識してますよ。で確かに過去になんかね信頼がこう損なわれるような出来事だったり、まあそういうことあったのかな、うん、あったのかなって気がするんだけど、なんかもうすでにあの人の心はがこの信頼を損なうことをあの人がしたのか皆さんがねしたのかわからないんだけど、でももうあの人の心は回復してるんですよ。やっぱり君だみたいな、やっぱり君のところに行きたいみたいな、今のどなたかもしいるとするならば、今のどなたかよりももうあなた3番の皆さんのところに行きたいっていうふうに言っていて、でねこれアドバイスなんだけど、まずはねこれねいきなり男女とか復縁とかじゃなくて、こうあの人の例えば悩みを聞いてあげるとか、なんかこうまずは言葉で言うと友達なんですよね。でもこう本当に信頼できるこう親友みたいな、そういう位置づけにまずはねこれなっていくような方がねいいような気がするんです。っていうのも流れがねこういうちょっとこうおーって思うようなカードがねすごく出てるんだけど、これは意味が私は分かりました。こうお二人がねこうなんかねやっぱりこう二人がお互い求め合ったりとかしていくのかなって気がするんです。でその中であの人がその自分の今のパートナーとなんかこう離れてくる、別れてくる、こうけじめをつけてくることによってお二人がなんか改めてきちんと始まるっていう感じがするんです。だからあの人がねこうけじめをつけてきそうなんです。でそのけじめをつけてくるまではお二人っていうのはこのいわゆるなんかこう魂のソウルメイトというかね、なんか男女じゃなくって本当にあの人の一番のパートナーみたいな、そういうところで今はいてあげた方がいいかなって感じ。そうするとあの人が綺麗に自分のところを清算してきます。清算してくることによって3番の皆様との関係がきちんと始まる、本当にもう真の新しいスタート。なんかね途中でなんかこう本当に私待ってていいのかなとか不安な気持ちになるかもしれないけど、待ってて大丈夫です。あの人がいわゆる水面下で動いてくれる、動いてくれた後にきちんと迎えに来てくれるっていうところまでこれはね出てるような気がしますよ。うん、気持ちがねもうこの太陽とこのね怒りっていうのがすごいですよね。そうだからねこうもしかするとこのお相手様がなんかね今こんなにこう動きたい、もうね3番の皆様のとこに飛んでいきたいって言ってるんだけど、まあそれがねこういわゆるお相手様のパートナーと離れる、まあ、別れ話をする、きちんと別れるっていうことにもしかしたら少しね時間がかかるかもしれないです。でも心はこの3番の皆様にあるよっていうことがまず出ているので、じゃああの人の本音深く見ていきたいと思います。はい、じゃあ3番の皆様あの人の気持ち見ていきましょう。
はい、ソードの9のリバース、コインの4のリバース、コインの5の正位置、ソードの4、おーすごいですね、女帝の正位置、はい、戦車のリバース、かなり強いカードが出ています。そして、はい、これもそうですね、過去の恋人ということで、はい、わーすごい、なんか復縁望んでるね、あの人、OK です。はい、そしてね、今さっき出したカードを、まあ、ちょっとね出していきましょう。こちらではね、クリスタルアセンションという、なんかこう、あのクリスタルの、まあ、上昇、なんかこうそういうね、こうオーラ、そういうものが出てるんだけど、こちらでは、はい、出たカードが、あ、心配いらない心配いらない、なるほど、心配いらないと、はい、これがですね、なんかね、エネルギーが、流れていきます、なんか意識する方に流れていくよと。はい、こうね、こちらのカードからのメッセージをお伝えすると、まず2人の恋は心配いらない、復縁は心配いらない、そしてあの人とのエネルギーがきっとね同じぐらいだと思うんです。そしてこう2人が動き出すときは一緒みたいな、そしてお二人の魂のレベルが同じだから、やっぱりね、もう2人にしかわからない世界、やっぱりこう2人だけが分かる世界、そういうものがやっぱりね作っていけるよと。2人の恋はやっぱりこのエナジーとして動き出すよっていうことを、こちらのカード言ってるんじゃないでしょうか。ということで、はい、あの人の気持ち見ていきたいと思います。コインの9のリバース、4のリバース、コインの5、なんかね、今のあの人の頭で言うと、頭の気持ちで言うと、なんかこう自分の選択を後悔してるような、なんであの時みたいな、そういうこう自分を責めてるような感じがするんですね。で、3番の、ね、皆様のこと、あの人はね、やっぱりね、絶対なくしたくないんですよ。で、この自分の決断があなたという人を失ってしまったらどうしようみたいな、なんかそこがね、すごくまずあの人の恐れとして、あなたがいなくなること、あなたとの復縁の可能性とかがなくなること、それがあの人はすごく今一番怖がってること、なんかすごい本当こう後悔してる、それがまずすごく感じられます。そしてここ、なるほど、まずね、やっぱりこの女帝が出ているので、まあ今さっきからね、太陽とかね、もう出てたからすごいなって思うんだけど、やっぱりこの3番の皆様は異性としてもうね、ものすごい魅力的な人だと思います。まあ例えばこれがね、対今ね、このお相手様が男性の方であれば、例えばあなたの美しさ、例えばあなたのスタイルの良さ、あなたの優しさ、あなたの料理上手なところ、あなたのベッドでの相性、もうね全部が好きなんですよ。もう本当に、で、そうでね、ここでね、このね、すごい大好きな気持ちと、でも今まだ自分の、まあ、身辺整理、なんかそれが
できてないから好きという気持ちと動けない気持ちと、なんかこう地団駄を踏んでるというかね、そういうのがあって、今はなんていうのかな、遠くから見守って愛してるって感じですね。実際に今見守れる距離じゃないかもしれないんだけど、あの人の心の中では会ってない状態でもこの3番の皆さんのことをね思ってます。で、動ける、これ動ける状況になったら、それこそあの人はブワーッと来ますよ。バーッと来る。ただ今はまだまあこういう、まあ、複雑な状況だから、気持ちはあっても動けない、今はまだ様子をこう見るような、そういう感じがあの人の中に出てる。なんかこう、まあ、苦しそうですよね。気持ちはあるけど、自分が、ね、まあ、出した答えだったかもしれないけど、それに対してすごく後悔をしてるような、そんな感じで、そして今は、ね、あの人としては今はまだ2人に少し、まあ、物理的な距離とかも含めて今はあるかもしれないけど、いずれ3番の皆さんのことをね迎えに行くって出てます。そして早く仲直りして、もうなんかね、あなたとの優しい時間を過ごしたい、そして再び僕たちなんかね熱く愛し合いたいっていう和解とか仲直りとか迎えに行くよっていうのが、これがねあの人の気持ちで出ています。うん、だからね、こうすごいこう後悔、そして、うん、だからね、まあ、一番最初に自分から動くか待つかっていうことで言ったら、やっぱりね待つって出たし、やっぱりあの人が何かやっぱこうしなければならない、まあ、自分の整理、そういうものができた時には3番の皆様のところに迎えに来る。でも今でも心はあなたにあって、こう今のこの状況、自分が招いたことかもしれないけれども、あの人はとても後悔をとてもとてもしているように思う。早く3番の皆様と仲直りをしたい、なんかあなたを腕に抱きしめたい、そういうふうに思ってるような気がします。でもなんかね、2人のエネルギー動き出します。動き出すし、ね、2人の恋は心配いらないとも出てるし、そしてね、まあ、2人だけのこの王国、これが作り出せるとも出てるので、これはね、まあ、ね、連絡するよりも待つっていうことなので、うん、今はあの人のことをね不安に思うこともあるかもしれないけど、こうゆっくりと待ってていただきたいなっていうふうに思いました。はい、これが3番の皆様です。よかったら参考にしてみてください。ありがとうございます。